しむしプレゼントの太郎です。今回なんですけども、在宅カスタム全キャラ1曲、今回はライやっていきたいと思います。ここスタート。さあ、ということで本日もマリオカート8デラックスやっていきたいと思いますので、最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。で、本日の最弱カスタムなんですけども、ビートデーモンメタルタイヤパラセールということでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、私なんですけども、年内登録者数1000人目指します。そちらね、今かなり、きつくなってきました。はい、正直今結構流れ止まってきました。なのでね、ちょっとそのね勢いを取り戻すべく、ぜひ、チャンネル登録のほどご協力のほどよろしくお願いいたします。さあ、ということでね、最初のボスピーティサーキットやっていきたいと思うんですが、まあかなりね、僕はこのコースめちゃくちゃ得意なので、どんどん前に行きたいとは思っているんですが、なかなかこっからね、さっき最初のこっから、なかなか前に行けないところではある。マナカナみたいにね、やっていきたいと思います。さあ、ということで、ここを交換していこうか。1個交換して、まあまあ、コインは8枚、手に入れてるからかなりでかい。でかいけども、こっからどうやって前に行くかっていうところがかなり重要なポジショニングになってきて、ちょっとここで止まっといて、ここで、1個交換しよう。9言われで1個交換してって、さあ、お、いいですね。スターが出たのはかなりでかいし、すごいいいんだけど、待って、あ、危なかった、危なかった、危なかった。さあ、ちょっとこれで前行っちゃうか。これで前行っちゃって、どこまで行けるかっていう話になってくるが、あ、いいですね。結構近いな。結構近い。OK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 。かなりでかい。あとは、こいつにすらなければいける。すらなければいける。OK。さあ、いいですね。4位でここまで来ました。4位でここまで来て、赤コーラか。まあ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 、赤コーラはかなり、まあまあでかい。さあ、最後のところでこのスターを使っていきたいとは思ってるな、僕は。待って、ここで雷とか来なければすごい暑いんですけども、どうかなーっていうところ。どうだろう。うわ、青コラ来た、青コラ来た。かなりでかいぞ、これ。これ、しょっぱなから1位あるぞ。さあ、さあ、ここで使っていく。さあ、ここで使っていくよ。ここで僕が使っていくよ。どう？どう？後ろ来てるな。後ろ来てるが、だが、こっからいける。いける。いった。いった。1位！しょっぱなから1位。最高の1位。しゃー！そういうことなんだよ。いやー、今のはちょっとね、今のもう計画通り。もう計画通りすぎた。1試合目から1位。もう最高でしょ。もう、ほんと言うことない。はい。ということで、本日もマリオカートデラックス、よろしくお願いします。しゃー。スタート！さあ、行きましょう。ということでね、まず1レース目で、すいません、ちょっとゲップが、ちょっと喜びのゲップが出てしまいました。申し訳ございませんでした。さあ、ということで、1レース目でまさかの1を取ってしまって、かなりでかいところではある。ただ、ここでまだね、全然ね、力をどんどん入れていくよ、僕は。まだまだ全然、物足りない。いつもね、本当にいっぱいね、被弾ばっかされてるからね。ここでね、ぜひ、皆さんに、今日は、本当にね、恨みを晴らす回ということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ていうかね、ちょっと聞いてほしいのが一つあって、あれだね、なんかこう、ワンピースが、なんか、明日9月3日で100巻発売するらしいね。やばくない？まさかの100巻いっちゃうよ。てか、これで本当に、100巻でなんか終わりみたいな感じのことを、尾崎豊が来た、忘れちゃったんだけどさ、あ、小田栄一郎さん。そう、小田栄一郎さんがなんか言ってたみたいなんだけど、実際終わんなかったのかな？どうなんだろう。なんかそんな感じだよね。ワンピース結局まだ見つけられてないよね。正直まだ。そう、だから、まだまだ、もう少し続くかなとは思ってるんだけど、いやー、だけどね、結構今面白いよね。ネタバレになっちゃうから言わないけどさ、結構今面白いところだよね。こっからどうなっていくのっていう、そういう感じのところで終わってるから、結構ね、早く、僕も早く読みたいんだよね。単行本よりかは、早くジャンプ読みたい。そう、今ね、一番面白い漫画といったら、僕の中では、ワンパンマンなんだよね、正直。ああ、もうマジかよ。スター持ってたのに。ワンパンマンめちゃくちゃ面白いと思うんだけど、僕だけかな。早くね、そう、続編出てほしいんだけどね。なかなか出ないというのが。そう。まだね、その、ヤンジャンの方で、全然まだ連載が更新されないんですよ。そう、だから、結構今渋い状態。待って、これ結構、どうだ？ここギャングリ抜かして、どう？どう？どう？鬼！全然オッケー。え、今日めちゃくちゃ調子いいな。やばい。今日調子良すぎる。次のレース行こう。
はい、続いてですは、マリオサーキットをやっていきたいと思います。さあ、マリオサーキットをやってまいりました。僕の得意なコースの、2個目というところでやっていきたいと思います。今日、待って、コースもいいな。スタート行きましょう。いや、本当に今日はちょっとね、走りがすごい冴えてるわ。コインここがあっちに持ってもらってきて、さあ、防御ここでしといて、コインを最初に集めていこう。うん。コインを最初に集めといて、ここ大回りで少し行きながらも、ここで、いや、ダブル取られちゃうね。うん、ダブル取られちゃうのは分かってた。だから、あ、オッケー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 。あ、キノコ持ってるのか。キノコ持ってるのはちょっと渋いから、オッケー、いいですね。ダブル防御で、しかもこうやって前に行けるって。素晴らしいね。素晴らしいよ、この立ち回り。うん。さあ、コインも10枚にしといたから、これはめちゃくちゃでかいな。うん、あ、コインも、あ、こいつ、キモいな。さあ、よいしょ、あー、やばい。あぶねー。さあ、2位でここまで来まして、ちょっとこいつが邪魔者なんだよな。お、赤コーラ俺じゃないね。赤コーラ俺じゃないのマジでかいな。待って、なんかすごい、なんか前の、なんか前、あぶねー、あぶねー今の、マジで危なかった。正直な話。あぶな、今当たってたら本当に死んでたよ。うん、アユニティだよ、マジで。うん、今の、マジで。当たってたら死んでたよ、アユニティだよ、マジで。さあ、ということで、このままどんどん行きたいな。このままどんどん加速していきたい。うん、ちょっとね、これ今超調子いいからね。このまま行きたいところではある。さあ、やばい。ちょっと頑張れ。おっ、危ねえ。ちょっと若干頑張ったけど危なかった。オッケー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 。さあ、赤コーラ持ってるから、かなりでかい。やばい。ちょっと、この、ファイアボールには当たりたくなくて、おー、いいですね。しかもダブルコーラ持ってる。やばいな。ちょっとこのまま行ってくれ。うん、頼む。このまま行ってほしい。そういう所存でございます。さあ、うん、いいですね。さあ、ここジャンピングアクション忘れずに、ここもジャンピングアクション忘れずに、青コーラだけが怖い。うん、青コーラだけがマジで怖いから、ちょっとそこだけはマジナンセンス。ここで来たらナンセンス。うん、後ろ、まあ来てるって来てるけど、まだ来てる。やばい、青コーラ来た。青コーラ来たから、ちょっとその前にゴールしちゃった。あ、やばいって、もう、それはキモすぎるわ。うん、ちょっとここで投げちゃって。うわ、ちょっと待って、止まんないんだけど。いやー、5位、実況者として一番取ってはいけない順位、5位スタートをやっていきたいと思います。そう、水のコースって、まあ、サバヤンゲームさんも結構嫌いみたいなんですけども、私もね、結構このね、水のコースっていうのが嫌いで、まあ、ウォーターパークはね、比較的、前までは好きだったんですけども、どんどんこう、上に上がっていくうちになんかめちゃくちゃね、嫌いになってったね。うん、あんなコースって思っちゃった。さあ、ということで、あとはコインが欲しい。コインだけは欲しいよ。コインはめちゃくちゃ欲しくて、さあ、ここで、ジャンピングアクションはかましていく。ジャンピングアクションはかましといて、さあ、とりあえず、みんなすごい緑コーラ持ってんな。あいつ爆砂しやがった。待って、これでボムやられたら最悪。あぶねー。さあ、ここで3位で、3位まで来て、お、いいですね。キノコ当たるのはかなりでかくて、で、ここで1個使っちゃって、で、もう1個使っちゃって、オッケー、もう1個使っちゃって、さあ、どう？ここまで来ましたよ。前のやつ。やばい、あ、来たね、青コーラ来たね。青コーラ来てくれて、待って、お前、くっしょ、止まってるのは見えなかった。くっそー、マジかよ、止まってんのは見えなかったわ、正直な話。止まってんのは見えなかった。止まってんの見えてたら、なんとかできた。さあ、ここダブル取ってって、ここもジャンピングアクションして、で、ここも、マジくっそ、お前、はい、ブーメラン当たりました。はい、もうお前ら、くっそ、ちょっとジャンピングアクションできねえじゃん。ジャンピングアクションできねえじゃんって。よし。さあ、9位でここまで来て、後ろは、後ろ来てんのか。ずぶっとバツン！オッケー。オッケー。さあ、まぁ、ちょっと9位で正直交換してもよかったなぁと思ったんだけど、ちょっと交換できなかった。さあ、ここでバツン行って、で、ここバツン！オッケー。ナイス。さあ、いいですね。素晴らしい。後ろはどうしようかな。これ、ま、後ろ投げちゃうかな。どうしよう。わかんない。ここバツン！オッケー。仕留めといて、さあ、4位まで、6位。なぁ、もうなんだよ、それ！あー、今のうざいなー、マジで。さあ、ちくしょう、ブーメランでやりすぎたっていうね、ちょっとそういう感じだったかな。さあ、12位でこっからどうしようか。12位でこっからどうしようかっていう話。さあ、ここ絶対ダブル取って。さあ、どう？いやー、ちょっと裏にさ、それはいらないのよ。裏にそれはないのよ。てか、みんなキラーじゃん。みんなキラーだよ。みんなキラー。俺も使うよ。うん。みんなが使うなら俺も使うよ。うん。キラーをね。そう、キラーは俺は使うよ。
さあ、いや6位まで来たけども、うーん、6位全然ダメだ。今のこれダメだね。クソみたいなレースになってしまった。ダメだ。はーい、おまけの1レースエキサイト、ブン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 、ここスタート。さあ行きましょう、エキサイトバイク、おまけの1レース、ここでぶちかましていきたいと思いますよ。よろしくお願いします。な誰当ててきたの。あれ今誰は、あ、こいつこのクソゴリラか。マジでキモいな、今の被弾が一番キモいわ。どんけお前は。マジでクソ邪魔だな。まあしょうがない、ここに残ってもしょうがない。さあここで、ダブル取ってって、さあコインはしっかりと集めていきたい、しっかりと集めていきたいところではございますが、どうしようかなと思って、ちょっとここでピョーンと飛んでって、なるほどね、ここでどうやって、さあここでダブル取っていく、 OK。 さあお、いいね、素晴らしい。これ運搬していこうか、ちょっと運搬していこう。次のところです、まずスターを使ってっていう感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まだ雷は来ないはず、まだ雷は来ないはず。だからここで使っていこう、ここで使っていって1個使ってピョーンってして、まだ来ないはず。 OK、 よいしょ、裏キラーでかい、裏キラーめ、これじゃないね、これじゃないね。 OK、 さあ裏めっちゃでかい。 OK、 さあここで使っていこう、ここで使ってって、来たね、来た、これ素晴らしい、これ素晴らしいぞ、めちゃくちゃ素晴らしい。しかもロンキー入ってる、気持ちいい、今のは気持ちよすぎる。さあ、ここまで来まして、ちょっとこれもう少し運搬していこうか、もう少し運搬してここで1個使っていこう、ここで1個使ってって、そう、ここであと何か来ても怖くないと。さあどんどん来い来い、いやちくしょう、マジか、ここで絶対1位が欲しい、絶対ここで1位欲しい、絶対1位欲しい。さあここ1個投げて爆発させて OK、 さあ1位になった、1位来た、よっしゃ1位、マジで完璧な1位を見せちゃった。すぐ席止めなさい。